すけ国営放送、ムンスケ国営放送。はい、どうも皆さんこんにちは、ムンスケです。好きな神社は伊勢神宮です。よろしくお願いします。はい、デッドバイデイライト、レベッカチェンバースでやっていきます。マップはガスヘブン。本日のパーク構成はセルフケア、植物学の知識、デッドハード、血族の4個です。はい、好きな神社伊勢神宮なんですけれども、結構ね、私まあめっちゃ近いわけじゃないんですけども、関西出身ですので、伊勢神宮の方にね、三重県の伊勢鳥羽の方に、旅行に行ったりなんかするときはですね、伊勢神宮にね、お伊勢さんに参るというコースを、行ったりねしておりました。本当にね、もうすごいパワーを感じる、場所ですよね、伊勢神宮はね。本当の名前は神宮です。伊勢神宮とはね呼ばれておりますが、正式名称は神宮ということでね、はい、覚えて帰ってください。はい、2代目が発電完了。チェイス中なのはアダムですね。じゃあ中央の発電機回していこうと思います。伊勢神宮はですね、その参道にもちろんねたくさんお店なんかが出てて楽しいんですけれども、おかげ横丁っていうね、なんかすごい雰囲気がある街並みがあって、そこもいろいろ茶屋があったりとか、お土産屋さんがあったりとか、うろうろするのすごく楽しい場所なんでね、ぜひとも、神宮行ってみてほしいなと思います。キラーはトラッパー、そして破滅があるんですかね。キャンプするならここの発電機が回せそうです。お、2台回りきったので、おっと、1人罠踏んじゃった。こっちも踏んじゃってる。はい、行くぞ。この辺りはね、いろんな草むらに罠が仕掛けられてそうなんで、まあ、まずは離れましょうか。罠が置いてなさそうな方にね、まずは離れていきましょう。あと伊勢神宮といえばね、赤福ですよね、赤福餅。おっと、めちゃめちゃ踏むやん仲間めちゃくちゃ踏むやん。罠大丈夫か。あ
と発電機1台やねんけどな。はい、罠を解除していく。あー、1人向こうで発電機直してますね。私救助向かいますかね。ちょっと待って、グリーングリフ取りたいか。ちょっと待って、アーカイブがね、今グリーングリフを集めるっていうのをやってますんで、ちょっと待ってもろて。そう、罠がない方に逃げるんや。小湯の中に逃げるんや。よし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 。さあ、ゲートを開けましょう。ノーアンとか持ってきてへんやろね。さあ、追われてるか。大丈夫か。おお、回復いけるね。よし、これは全員出していけるんじゃない。おーっと、罠に引っかかっていく。皆さん大丈夫ですか。同じようなところで罠にかかってるんではないでしょうか。これキラー戻ってきて、あー、そうよね。はい、罠解除。救助いけるよ。おいって、いって、真下にあったか。そう、ちょっとゲート内で引っかかるのやめてくれ。そこは見えるんじゃないの。よし、じゃあ肉壁行こう。あ、向こうに持ってったか。いてぇ、起こして。もう仲間のこと言えねえ。起こして。はい、ありがとう。よし、救助行くぞ。あー、リーチの人踏んじゃったか。これは終わったね。こっちの方に一個穴どっかに仕掛けてたっぽいけどな。よし、あっちに行った方がいいよ。そっち罠仕掛けてあるから危ないよ。大丈夫ですか。逃げれましたか。私はこちらから逃げます。はい、お疲れ様です。はい、めちゃくちゃパーティー罠踏みましたね。ちょっと後でね、何回全員で踏んだか数えてみたいなと思います。私は2個踏んでしまいました。はーい、ねえ、どうしたとか言いながらね、めっちゃダサい結果になりましたね。
いやー本当にね、赤福、私甘いもの苦手なんですけれどもね、その伊勢神宮の近くにね、赤福の茶屋が、何軒かありまして、そちらで出してくれる赤福はお茶と赤福餅2つやったかな。うん、で結構ね少量で出してもらえるので、甘いものがね結構苦手な私としましては、ちょうどいいサイズ感となっておりまして、はーい、伊勢神宮参拝の際にはね赤福餅はいただいております。はーい、トラッパーのパーク構成が光よりいでしもの、これライト対策のためにつけたんかな、どうやろう。で破滅がついてる、これ最後までね壊されませんでしたね。でもてあそばれる獲物がありまして、天柱、これがなかなか厄介やったね。砥石、自分でね脱出、罠に引っかかった後に自分で脱出してしまうと、そのまま瀕死状態になってしまうっていうね、結構強いパークです。アドオンですね。生存者がトラバサミから脱出と、その2秒後にそのトラバサミが身代わりする。ああ、そんなんあんねや、これ私知りませんでした。自動罠の若干弱い版っていう感じですかね。あ、でも結構強いですね、おそらく。自分でね罠をこう、設置したりとかする時間が結構かかるので、トラッパーは弱いとされてますので、自動罠系がねあると若干トラッパーはね強くなりますね。はーい、で味方のパーク構成はシャドウステップ持ってきてた人がいましたね。もう鋼の石つけてくる人いるんや、結構珍しいな。ディストーション、なるほど。私のパーク構成がやっぱりね一番オーソドックスかなとは思ってしまいますね。皆さん楽しんでるな、いろんなパークつけて。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。はい、コメントもお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アレス、デッドバイ、デッドバイ、デデ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 デッドバイ、デッドバイ、デライト。